ユネスコスクールは、ユネスコ憲章に示された、ユネスコの理念や目的を、学校のあらゆる面に位置づけ、児童生徒の心の中に、平和の砦を築くことを目指す、ユネスコが認定する学校の国際ネットワークである。日本では、ユネスコスクールというが、実践する学校のネットワークのことを指していることに、注意が必要である。 文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会では、ユネスコスクールを ESD の推進拠点として位置づけている。ユネスコスクールでは、そのグローバルなネットワークを活用し、世界中の学校と交流し、生徒間、教師間で、情報や体験を分かち合い、地球規模の諸問題に、若者が対処できるような、新しい教育内容や、手法の開発、発展が目指されている。 ユネスコ憲章と国連憲章に通ずる理念として、基本的人権、人間の尊厳、ジェンダー平等、社会的進歩、自由、公正、民主主義、多様性の尊重、国際的な連帯などを推進すること。ユネスコの任務である、教育、文化、科学、コミュニケーションの分野における、平和のための国際協力に資するアイディアの実験室として、 組織や人材の能力開発と政策やモデルの構築に貢献するために国際間、地域間協力を進めること。斬新で創造的な教育手法を開拓し、グローバルな概念を学校レベルの実践に落とし込んで実験的機能を果たすことにより、教育制度や政策の変化を促すこと。 国際ネットワークの一員として、同じような志を持つ、世界中の学校と知見を共有し、パートナーシップを育むこと。国際社会の構成員であるという意識を持ち、持続可能な開発目標の達成に貢献すること。特に、SDGs の目標4に関連して、以下のテーマに、重点的に取り組むこと。グローバルシティズンシップカルチャーオブピースノン。 バイオレンス、サステナブルデベロップメントサステナブルライフスタイル。インターカルチュラル、ラーニングザ・アプリシエーション・オブ・カルチュラル、ダイバーシティヘリテージ年次活動計画書及び報告書の提出。ユネスコまたはナショナルコーディネーターが提案するユネスコ活動関連プロジェクト、コンテスト、キャンペーン等へ年1回以上参加すること。年2回以上。 学校全体で国際デーを祝うこと。加盟証書の掲示やロゴの活用などを通じてユネスコスクールであることを外部に明示すること。学校内外の関係者に学校ウェブサイトや配布資料、会合等を積極的に活用してユネスコスクールであることを周知すること。オタ上の学校情報を年2回以上更新すること。日本ユネスコ国内委員会は 次のユネスコスクールガイドラインを示している。さらに、持続発展教育推進拠点として、次のことを示している。加盟校の一校である、奈良市立三笠中学校を同じく、奈良市立都籍小学校2017年5月現在、182、各国、地域の1万以上の教育機関が加盟している。日本では、2017年5月現在、 1037校の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校等が加盟している。奈良市、気仙沼市、金沢市、岡山市、大牟田市などは市を挙げて活動しており、市内の多くの学校がユネスコスクールに参加している。加盟校のリストはユネスコスクール公式サイトに掲載されている。日本の学校が ユネスコスクールとしての承認を得るには、まず、ユネスコスクール公式ウェブサイトから、加盟申請書の書式取得手続きを行う。次に、ユネスコスクール事務局に申請書案を、メールで提出し、確認を受ける。続いて、規定の申請書類に、英語で記入し、市町村立学校及び、都道府県立学校は、教育委員会を通して、私立学校、 各種学校は都道府県知事部局を通して日本ユネスコ国内委員会に提出する。国立の学校、教員養成大学等の場合は日本ユネスコ国内委員会事務局へ直接提出する。その後、日本ユネスコ国内委員会事務総長からパリのユネスコ本部に申請書が送られ、承認が得られた学校には認定証が送られる。 2009年に認定された長岡市立南中学校に設置されたプレート日本の学習指導要領では2008年及び2009年に公示されたものから ESD に関する記述がなされており教育行政においても積極的な推進が期待されている以下の4つを基本分野としているがユネスコの理念に沿ったものであれば 世界遺産教育など他のテーマの設定も可能である。日本ユネスコ国内委員会からは日本で持続発展教育の推進拠点として発展することを期待されている。秋ユネスコの基本方針に沿ってアジア太平洋地域と日本国内で教育と文化の分野で活動している。ユネスコが実施するグローバルアクションプログラムのキーパートナー。 ユネスコスクール SDGs アシストプロジェクト持続可能な開発のための教育の活動費用の助成を行う AB ユネスコスクール公式ウェブサイトユネスコスクールとはハット ABCD 文部科学省その他国際関係日本ユネスコ国内委員会ユネスコの活動持続可能な開発のための教育ユネスコスクールユネスコスクール公式ウェブサイトユネスコスクールとは アスピネットの歴史、ユネスコスクールブログハット ABCD、ユネスコスクール事務局、文部科学省、2020年3月26日閲覧。AB、ユネスコスクール、文部科学省、文部科学省ホームページ、2020年3月26日閲覧。ユネスコスクール公式ウェブサイト加盟申請方法。 文部科学省その他国際関係日本、ユネスコ国内委員会、ユネスコの活動を持続可能な開発のための教育。学習指導要領における ESD 関連技術、ユネスコスクール公式ウェブサイトユネスコスクールとは、ユネスコスクールの4つの基本分野、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟。公益社団法人日本ユネスコ協会連盟。 2020年3月26日閲覧。ありがとうございます。